マサト今頑張ってね。うん、そう、あのこんにちは、こんにちは、こんばんはだね。こんばんはですね。今はあ、ひだかこいさん、ヒョウ柄のクマありがとうございます。こんばんは。うん、タピオカおすすめです。こんばんは。みなさん、ボサボサ、ちょっと練習してたからボサボサ。いや、きれいよ、めっちゃユーマちゃん、ね、ありがとう。目ボサボサやからね。ボサボサ。全国めぐりさん、ハートありがとう。こんばんは。今日も可愛すぎ、ありがとう。みんな優しい。ね、15分くらいだけなんですけど。そうですね、15分くらいだけやって。ちょっと練習するの。合間です、今。合間です、練習の。皆さん、ついに明日 N の N シップ公演。やばい、待って、びっくりした、格好強くない？びっくりした、私めっちゃ格好強いねんけど。めっちゃ強くない？かわいい。でもえ、どういうモード？ちょ待って、めっちゃ明るい。でもフィルターかかってる。待って、あみちゃん、ありがとう。ゆまちゃんは明日 N です。まあいっか、後でやります。あみは29。レイニャにボーロって呼ばれてる、そう呼ばれてるで。でもレイニャのこともボーロって呼ぶから。なみてん、クマありがとう。ヒョウ柄、待って、くしゃみ出るね。9期生でこのイベントに出れたらいいですね、本当に。ゆみちゃん、ハートありがとう。ケイタンさん、ハートありがとう。なみてん、星もありがとう。今ユニベやねんけど、絶対楽しいやん。いいなぁ、ね、私もずっとホラーナイト行きたいねん、めっちゃ。もうずっと行けてないよな、時間がなくて。そう、でも N が終わったらライブまでのね、リハもあるから。ライブ終わったら1個。え、でもライブ終わったらね、もうホラーナイトじゃなくなるかも。そう、やばいね。あみゆまです。エスノリさん、バラありがとう。なふみさん、クマありがとう。トンちゃん、ジジありがとう。お互いボールなのわけわかんない。それだけどね、お餅とも言うからね、ボール以外にも。ピートポテトさん、ハートありがとう。お疲れ様。やばい、明日めっちゃ緊張する。しかもさ、小島かりんさんとかがいるから、すごく先輩だらけやもんな。そう、先輩だらけ、すごく緊張する。もう何回も練習してるの。みひなさんがね、すっごいたくさん見てくださって、うんうん、だからさっきみひなさんと一緒に、そう、来ました、ね、お茶や、うん、本当にゆいぴちゃん、ありがとう、ありがとう。ゆうくん、くま、七夕のくま、ありがとう。ゆっこ、ゆっち、こんばんは。コロワン、みんな優しいです、めっちゃ先輩方。ありがとう。みひなさんとかさくらさんとかめっちゃ教えてくれます。BB ね、めっちゃ強いんだよね。そう、私さ、チュールじゃないです、タピオカです。最初だった時ってなったんだけど、旅行ってます。なんかあれと思って、これもうほんまに3ヶ月前ぐらいからずっと食べたくて、ようやく飲めました。誰もありがとう。私さ、来年の表に書こうかな。次から特技ビリビリに耐えるとか。え、マジすごいよな、あれ特技かも。私たち、バラありがとう。ねえ、ナンバラ今日やる？今日ナンバラやらないよ。でもまた多分ね、すぐね出ると思うから、うん、楽しみにしててね。はい、あいもです、楽しみに。ゆうくん、ペンライトありがとう。たしたし、ハートありがとう。みほちゃん、バラありがとう。あすちゃん、ペンライトありがとう。ゆまちゃん、ストローです、これはチュールじゃないですよ。さくらさくさん、もうなくなる。ミク、はい、お疲れ様です、ありがとう。そう、全然ね配信できひんけど頑張ります。夏村さん、ハートありがとう。アッシャン、だるまありがとう。そうです、みんなで練習してます。スタバのお芋のフラペチーノ美味しかったやって。いいな。ケイタンさん、ハートありがとう。サイキちゃんがね、目の前にいるけど、サイキちゃんがやってる。いる好き、めちゃ好き。ちょっと私、英語難民。ハートありがとう。よかったですね。さん、手まり少し、みんな休憩です。夜ご飯は食べましたか？小判ありがとう。小判が本当に出こない。はい、あ、食べました。え、夜ご飯かな、ご飯、昼ご飯かな、ね、なんかちょっと変な時間に食べたので、ツイッターに上げてください。分からへん、完成できない。 N 公演終わったら、はい、イベントの予約も決めていかないと、ね、そう、イベントの予約も決めていかないと。もう10月12日で一番初めのイベントが、よかったら皆さん、もう場面の返信に、
イベントの予約をね、あの何してほしいかちょっとあの送ってくださいって嬉しい。そう、木曜日にまたね、あ、明日や木曜日って、明日からまた第三次受付始まります。塩マヨさん、クマありがとう。北道ミルクティーはもう最強です。レアじゃないけど、ボッサボサやなほんま。関東リアメンメント参加するからよろしくよろしくお願いします。もうアホ毛しかないって感じ。髪の毛全部アホ毛かもね。ありがとうございます。ナミちゃんこんばん、こんばんは。コロワンさん、ダルマありがとう。ニゴちゃんハートありがとう。ナミちゃん月見バーガー食べた。ほんと健常食べてないな最近は。めっちゃもう超ミスしたらどうしよう。でも今結構ね通してるよね。もう何回も練習で、うん、もう1日3回くらい練習で通してるんですけど、それでも不安だよね、うん、こんばんは。先輩にも見てもらってるから結構馴染めるようにはなってきてるかもしれないけど、うん、単純なダンス能力の差がちょっとあれかも。明日のメンツはハミちゃんこんばんは。こんばんは。ミトコチさんハントありがとう。サキシャスタバ。やば。あ、バラじゃない。花束。バシャスタバでコールドブリュー、ブリューコーヒー飲んでるよ。ね、多分アミちゃんも飲めます。カラコンさ、ベースカーブが 9.0 なので、まずベースカーブ 9.0 ってカラコン製造されてなくて、オーマイガーじゃん。で、8.8 とかのベースカーブを下げないとね、カラコンがなくて、そうなんか普通のさ、みんながつけてる可愛いカラコンつけるとね、目が染みつけられてめっちゃ頭痛とかするわけ。だから、ね、このカラコンはなんかベースカーブ 8.8 のなんか紫色のなんか、こんばんは。ちょっとしかできへんけど、頑張ります。あれ、なんかアニメのキャラクターみたいな。皆さん、こんばんは。アニメとか二次元の。ナミちゃん、ボサボサでもかい。ありがとう。ほんまにでもね、ボサボサの領域じゃないねん、これはもう。青森のアキラさん、うん、ボサ、ボサ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 、俺。ボサボサですね。N コーン支払いできてなくて、オーマイガーじゃん、行けなくなったんだけど、一般販売1日ずつ伸ばして、無事チケットでない。西山ちゃんです。よかった、本当に来れて。オタク特有のすごい早く、確かに。ラーメン切るといい。そう、トモちゃんとはもう連絡先を交換したんで、ね、早口言葉じゃないかもです。ベースカーブというか BC みたいな。髪の毛が全部青いやったもろすぎやろ。いや、でも今はその状態やから。いや、そんな言わないで。電車でサイレント聞いてます。左、右の方が。結構なね、アホゲってる、アホゲってるですね。ちょっとこれ全然サイレント。左はまだマシかも。ナイトマン、レインボスターありがとう。ナミちゃん、こんばんは。千秋さん、ラブレッターありがとう。カブトさん、本当は今日もできひんかなと思ったけど、ちょっとだけできてよかったです。レインボスターありがとう。ナミテン、ちょっとでもやるのはやっぱ大事、大事だからね。コノノンが一緒にラーメン行きたいって、え、ほんま？ちょっとそれはさすがに誘いますわ。こんばんは。闇も連れてってよ。シリが反応しちゃった、最悪。最悪シリが反応しちゃった。闇も連れてってよって言った。私行こう。アミちゃん、うん、かわいい。行っちゃうよ。行こうね、うん。俺っちも、俺っちも行こうね。俺っちもなんかたくさん行ってるの結構一緒に。え、俺っち連れてってよ。俺っちも行こう。キュマッチも行きます。泣いてる、大泣きしてる。で3人で行こうね。うん、ナミテン、あ、ホギャですね。クマチありがとう。私髪の毛30センチ切った。え、めっちゃ短くなったんちゃう。サラ、30センチってヘアドネーション。ユケさん、クマチありがとう。わからんけど。初めて明日の絵の声入ります。こんにちは。もう緊張する。頑張ります。ケンちゃんも公演前配信だけでクマランキング1位になったからすごいな。そうやな、すごい頑張ります。アミもあれできる範囲で。ラブレター、ラブレターするって。こんばんは。頭回ってないって。ね、寝てね。寝ます。ありがとう。今日お風呂に入って集めてるのは表。あ、待って、おうちリンカちゃんいる。アミちゃんやって。え、本物かな。いやー、リンカちゃん、やば。あのね、LINE つなげたんですよ。え、これ言っていいんかな、わからんけど、ね、LINE をつなげれちゃって。やばい。あ、違う、8.5 期生。リンカちゃん本物だよって。やったー、サラさんね、リンカちゃんありがとうございます。そうです、リンカちゃんはサラさんのごりで HKT さんなんですけど、あの、どうにかね、アミは TikTok とかが配信、あの、あれ、何やっけ、年齢制限があるんですけど、
サラレインボースターありがとう。それだね。え、また遊びたいですね。兵庫県北加戸時は北戸時は遊びましょう。雨がまず福岡に行きますね。たくさん撮ってね、たくさん戻してもらって、りんかちゃんと直接会ってみたいです。あきらさんハートありがとう。ライトワンハイトありがとう。頑張る。え、なんかこんなアホがバヤバヤなとこ見せちゃって申し訳ないね。ローランさんハートありがとう。嬉しい、ありがとうございます。フォロワーさん、たまてみもね、りんかちゃんのね、ツイッターとかショールームとか、TikTok とかフォローしてます。見てるんです、全部。めちゃくちゃ本当に可愛いんですよ。土曜日に HKT 行ってくる。いいな、あみも。あみも夏休みに行こうと思ったんやけどな、行けんくて、あのそれこそ夏のリハ、ライブのリハと被っちゃって行けなかったので、今度また予定が合えば HKT に行けます。HKT さんにちょっとお邪魔しに行きますね。土曜日に HKT、 あ、ちょっと呼んだわ、ごめんなさい。新幹線で行けばすぐだよ。そうやねんけどな、やっぱ公園を見て、で行き帰りの時間を考えると1日ぐらいはいるやん、やっぱり半日じゃちょっと難しいからっていう感じですね。なんか練習終わりにその日もすっぴんで、ほんと前髪とかも止めてて練習したんだけど、HKT は7年ぐらい行けてない。じゃあアミと一緒に行きましょう。なんかとりあえずでも行ってカコチェックしたらアミもめっちゃ行きたいねんな。そのまま放置しちゃった。博多行きます、いいな、連れてってください。存在しないです。とりあえず今回のライブが終わったら、まあちょっと一旦時間が空くと思うんで、あ、それこそ冬休みとかにもし時間があれば予定を立ててみたいと思います。もう一回夏休みはやった行こうと思ったけど行けんかったから、ちょっと次は冬休みにリベンジします。それかりんかちゃんが兵庫県に来てくれるのを待ちます。顔が気になる方は、はい、あれで公園に来て。ポニタンくまありがとう。もう私あの NMB 劇場一回行ったことないかな。じゃあ皆さん久しぶりに行く方とか行ったことない方とかで一斉にアミと一緒に行きましょう。頑張りっ子って響き好きだな。頑張りっ子で偉い。お肉奢ってあげる。国内の48は一応全部じゃん。すごい、すごいな。さすがですね、皆さん。なんとかダンス始まった。ちょっと追ってくる。これ生さん、そのグループによって雰囲気とか全然違うやん多分。だからアミもね、いろんなあの48グループさんの劇場に行ってみたいんですよね。歌え、違う違う、え、これ歌、そうそうそう、これ歌、歌こんばんは、楽しんであ、29日のエヌチップ公演入るのでこの目で、あ、あとルーム配信はいつも拝見いたします。ありがとう、待ってますね。気をつけてきてください。マレーシアの KLP4 で行くのが目標。いいね、めっちゃいいやん。あみもね、海外旅行行きたい。あのコロナ前に一回行くってやったんやけど、コロナでさ飛行機がさ怖いかったから諦めたんよ。そうなんです。だからね、もう一回久しぶりに海外に行きたいですね。パスポート作るためにさ、使わずに、子供はね、3年間かな、とかなんですよ、期限が。それで、終わっちゃって、使わんままね、パスポート期限切れしちゃったから、今年こそは行きます。絶対。やばい、本当の顔ってやってる人いる隣で、めっちゃおもろい。JKT48、AKB48、NMB48 しか見たことないなって。すごい、でも JKT さん行ってるのもいいな。みも行ってみたいねんな。先輩方が JKT さんとなんか一緒に動画撮ってるのを見てめっちゃ行ってみたくなりました。すごいさ、劇場がめっちゃ綺麗やったやん、ね、行ってみたいでしたから。さんゆさんゆ頑張りよ。こんばんは。海外行ったことないよ。そうなんや、行ってみてください、よければ。カバンの底からイヤホン出てきた。今から歌いに行きます。15分経ったわ。ということでちょっとしか配信できなかったけど終わりたいと思います。じゃあ読みます。
13位ランディさんありがとうございます。12位りょうさんありがとうございます。11位タイソンさんありがとうございます。10位マットさんありがとうございます。9位ペイちゃんありがとうございます。8位ゴーシさんありがとうございます。7位あやちゃんありがとうございます。6位モノポンさんありがとうございます。5位てっちゃんありがとうございます。4位ダルダさんありがとうございます。3位まきまきちゃんありがとうございます。2位まふみさんありがとうございます。そして1位はドゥルドゥルドゥン日高浩二さんでした。ありがとうございました。はい、じゃあ1位の方は明日お絵描きします。私たちありがとう、はい、9位コロワンありがとう。8位ゆうくんありがとう。7位ゆけさんありがとう。6位かぶとさんありがとう。5位ちあきさんありがとう。4位しおまよさんありがとう。3位なにてんありがとう。2位さんありがとう。1位ライトありがとうワンワンありがとうございます。じゃあね、壇上の方じゃなくてもたくさん13位みほさんありがとうございました。11位あっちゃんありがとう。みんなということで皆さんまた明日会いましょう。せーの、あ、待って、壇上の方変わっちゃった。13位マットさん、12位ペイちゃん、11位ゴーシさん、10位あやちゃん、9位モノポンさん、8位はなちゃん、7位てっちゃん、6位まゆさん、5位ダロタさん、4位まげまげちゃん、3位まふみさん、2位日高こきさん、1位はコニタンでした。ありがとう。じゃあコニタンの書きましょう。ではまた明日会いましょう。せーの、コニタンありがとう。じゃあねー、またね、バイバイ。